おい、痛ったったおい、リセット、リセットボタン。マイローキニカズボーでーす。コッシーでーす。今日も世界員とレースやっていくぜ。いくでー。レッツゴー。さあやっていこう。レッツゴー。あ、ムーキーエキサイティング頑張ります。やばいな、あのおじさん。よろしくお願いします。うるさいな。ちゃうやー。おー、 200cc。1レース目から 200cc、 これちょっと熱いんじゃないのか。レインボードやしかも。おあ、日本勢ムギムギに、あのアメリカっぽいカラーリングのおじさんやったな。ガンガン日本やったな。感染中のあれ消えてるやん。何キャラ、もっとなんかちゃう人やった。ああ、黒ヨッシーとかね。そうそうそう。200か。200でレインボーロード、えぐいな。えぐいな。第1レース200やで。嫌な予感するわ。うわ、はいや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 。てか、当たりすごい。当たりがすごい。はい、落ちました。あかん。え、みんなこれ走れんの？いやー、すごいわ、みんな。はいや、早くやば。いやー、これきついわ。はえーぜ、はえーぜ。キノコいらんわ。ちょ、初戦からこれは。うわ、初戦からこれはきついな。うん、こんな飛ぶか。リカバリーした、余計音なんだよ。やばいな。いや、はいはいはい。これやばいわ。これやばいな。ずっと落ちてる。なんか久しぶりの200って結構えぐいな。えぐいな。俺なんかタイムアタックもやってへんしやみんな落ちてってる。あかっ。1位誰、たぬきマリオ。うっそ、ここで落ちるか。よっしゃ、いけ、とけぞ。きついな、これ。うわー、あっかんて。え、そんな飛ぶ、ショートカット。え、ちょっとキノコ使っちゃいまして。ちょ、おろおろおろ。え、お前かよ。うそやな、人の画面なんか見てる余裕あらへんもん。あれへん、あれへん、あれへん。ショートカットできたと思ったらな、すんげーとこまとめて。うわ、キノコ取られる。まあキノコはええわ、もうあんなもんいらんわ。あれか。おっしゃ、1位。いや、すごい1位やで。すごいやん、すごいやん。タイムアタックの成果出てるよ。なんで俺の人見ながら走ってんの。え、無理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 。いやー、このショートカットさえカッチリ決めたら、カッチリー。うぃ、決まった。ここで何事もなく終わってほしい、何事もなく終わってほしい。オッケー、トゲトゲ、だけどここはゴール。うわ、そんなとこで、そんなとこでキラー。 200cc を走りまくったこの、何やってんの。え、いや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 、厳しい厳しい厳しい。200はほぼもうやってないから。200楽しいね、エキサイティング。初心者マーク貼っといて。もうこれ終わったら俺エキサイティングで言うで。俺来るか、やっぱり。エキサイティング言おう。エキサイティング。エキサ、あ。DK ジャングルじゃん、あれ。DK ジャングルは、ほんなら。D ジャングルは、右に飛ぶからな。え、ワリオがおるとこやろ。ドンキーがおるとこや、普通は。まあ、詳しくはタイムアタック編を見てもらったら。150ね。OK。OK。2レース目も1位取ってくれ、わし。あ、ドイツ。日本人増えてますやん。おー、アメリカ多いな。ムギムギさん、ダイチさん、よろしくお願いします。それあかんて。え、のぼうさんの真似したらあかんか。あかんあかんあかん。ここ やっといた。ゼロ言っといた方がいいか。あかんあかんあかん。トゥーワン、やめとけ。ゼロ。ニュースが始まりました。いや、前におるな。しゃー、ちいちい、ここはしっかりショートカット決めていきたい。150やからな。落ちるんや、ここ上手だな、それは。パッて、コッシーなんかバナナ、うーわ、気持ち悪い。バナナ食べこりゃ。プリッ、痛っ。あ、くそ、むずいぞ、ここは。むずいぞ。あ、すごい、もうコースが、おお、わからへんわ。おお、わからへんわ。コースを覚えてへんわ。覚えるや、あかん。
ショートカット出てるらしいねな、リボンロードに続き。おお、ミー、ミー、ミーがおる、ミーがおる。爆発させんと。あ、悪いことしたからバチ当たった。ロゼッタなんか持っておる。ロゼッタちょいちょい使われてるね。あ、おるおるおる。なんかバギー痛い。いや、そうなるわな。そうなるわな。そうだよな。分かってた、分かってた。あーさあね、インを攻める、インを攻めて、インを攻めて、ムギムギフグタ君、ムギムギ1位やわ、ムギ G1 位やろ、ムギ G1 位、マジでテクニシャン、テクニシャンやな、マリオカートテクニシャン、ムギムギ、はい、ジャパニーズムギムギ、はい、ちょっとほんま早いな、あんた待って、これまあ2レース目っしょ、そうそうそう、うわフラワー持ってる、フラワー持ってる、怖い怖い、そうそ そういやこれちょっとほんま一生懸命なんな、これえこのゲーム一生懸命パーン、このゲーム一生懸命なるわ、一生懸命パーン、ファイヤーフラワー持ってるぞお前ら、コロッ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 もうファイヤー、ファイヤーフラワーのあれがえっぱれっぺぺ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 ぺ日本勢2人変わりないね。うん。アメリカ多いな。しゃあ、3レース目。3レース目やってくよ。シェーイ。ほげえ。ねえ。ほい。ちなみに僕、キャラクター変えたじゃないですか。はあ、このキャラクターのコンセプト、一応言っときますね。おう、前はヤンキーエレクトリカル仕様やったじゃないですか。そういうコンセプト、はい、あんねん一応今回あるんですよ。何ですか？女子大生の通学スタイルですよ。あーはー、女子大生通学仕様ですよ。はい、バーンバーンあいつはほんまに女子大生の通学仕様をバカにするとこうなるんです。あいつはほんまにもう最初から俺しか願ってへんからな。いやいやいや、あー机キノコ使う、何だとしてること、何パッチャーだんだろう、にゃOK, OK, OK, いい感じ。トゲ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 、アコポーラとりあえず使っとくよ。トゲトゲトゲ、いったアコポーラ、あれざまみろ、いや、9位に言われてざまみろ、9位に言われても痛くもかゆくもありません。ざまみろ、10位に言われても痛くもかゆくもありません。ざまみろ、ブーメラン投げとる、ブーメラン投げとるよ。もう俺そのもう、もう俺の順位っていうよりもカズボーのその食らうのを見て飯うまいから。うわもう性格悪いでしょこの人。もうそれだけで、うわうわうわめっちゃ投げとるで、おわおわこれ、おーロゼッタ、ロゼッタ頑張ろうぜ、ロゼッタ同士頑張ろうぜ。あーパコーラ、うわ誰今ブーメラン、お前ロゼッタかこれ、ロゼッタがそういう人巻き込む、巻き込むな、やばいなこれは、これは非常にやばいな。あはー、あー取られた、った あはー、見えへん見えへん、あぶなバナナ、あぶな、よっしゃよっしゃよっしゃ、相手も1個しか取れない、間に合うか、あー戻ったか、まあしゃあないわ、強いね。何それ、うぃ、何それ、うぃ、え、一個前のレースとかちょっと見てくれる、何それ、え、何それ、俺に負けといて、何それ、え、何それ、俺になんかに負けて、俺になんかに、よっしゃエキサイティング、俺もエキサイティング言うとこは、うん、言うとこエキサイティング、動きキモいな。よっしゃラストね、これラストね、4レース目ね。さて、本当にラストなのでしょう。レインボーロード200、
ヒューマンロード。そんなコースありません。ヒュー、ネイチャーロード。3列目やわ、これ。え、何？いや、別に何もないですよ、何もないですよ。え？ 3 列目や、これ。え？これ3列目。ちょっと頭がやばいなと思って。え？え？さあ、3列目やってきました。こいつやばいぞ。どこのコースやってんなって。考えんな。ビッグブルー。え、どこやったやろ、マジで。レインボーロードの記憶しかない。俺が1位になったレインボーロードの記憶しかない。そうなんや、頭しとくな。やめろや、もう。お前まあ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 、悪いことばっかりしてるとそういうことないけどな。どっちがや、まあ、悪いことばっかりしてる。これどうしようかな。ダークフォーやもんな。当たらんか。いった、お前。パラマ、そう、絶対にこれ当てた。あ、あーやめてー。なんか、リセット、リセットボタン。いや、ショートカットちょっとね、あったー。悪いことしたかわな、うん、なそこ左にジャンプすんやで。は大きく左にジャンプ。64や、それ64や、ここ64コースだろ。64のコースだけや。えゲームはニンテンドースイッチ。何やねん。うわ、危なっ、危なって当たってんねん。激しい激しい。あー、これはきついな。オッケー、オッケむぎむぎ当たって、むぎむぎ、くそ、あ、当たらへんか。俺に来るんだ。あ、後ろで厄介なんがおる。くるくるくる。あか、あぶねえ。ぶつかっとくで。コツンって。コツ、あぶねえ。いやー、まあ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 、3列目もこんな感じでね。これ4列目や。まあ、というわけで、うん、初の 200cc やった。初じゃないな。うん、うん、まあまあ 200cc やりましたけど。いろいろやばいぞ。うん、まあ、というわけで、今回もいい感じにいったんじゃないんか。はあ、はい。次回も頑張ろう。何やねん。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。ではでは。